ヤッホー、ヤッホマル。今日は釣りをしに行きました。朝から釣りしようと思ったら、もうこの時間や。今日は山にまた来ました。最近山ばっかり来てます。ヤマハのマルコスです。野池に来ておりますよ、野池に。野池に。山はな、虫が多いんでね。嫌よな、山は。夏はな。でも帽子をかぶろうか。暑いしな。聞いて、なんで私が今日はバス釣りかと言いますと、ダダダーン。聞いてくれる？昨日釣り具屋さん行ってきたんよ。で、めちゃくちゃ今閉店セール中で、防犯上なんかあんまりやから、ちょっと SNS とか載せるのはっていうところで、ちょっとどこの店かとかは言われへんねんけど、だーだだ、めっちゃ安く買うて、ほんまにえげつないぐらい安く買うたから、ちょっとこの安いお買い得商品のルアーたち買ったあれで、ちょっと今日は釣りしていこうかなと思って、せっかく買ったから。結構もう大人買いしたけど、めっちゃ安く買えたから。見る？ちょっと釣り具自慢していい？じゃあほんますごいね、こんだけ買って。まあ分からへんけど、値段は最終言うわ。じゃあ最後言うわ。まずワームちゃんたちですね。ワームちゃんたちはこういうね、シザーコーム、アコーム、こう3つ買いましたよ。この色と、あとめっちゃいっぱい買った、ほら見て、デプスのこの何ストレートワームみたいなやつ、これ使えるなと思って、ウォーターメロンとかグリパンとか系の色のを買ったのと、あとこれ、ブルフラットもいっぱい売ってたから、ブルフラット、こうちっちゃいサイズ、いいなと思ったから、これも買った。これも買った。さらに、ロックとか、最近ナマズとかもするから、これトップ系のルアーも買った。ジタバグとかね。ジタバグとか、このなんかよくわからへん虫くんルアーみたいなやつとか、あとはカエルくんとか、これも買った。めっちゃこれも安く買った。これもめっちゃ安く買った。針とかもね、こういう消耗品ですね。針とかも買ったし、ラインも買いました。まあ、フライヤーも買いました。総額おいくらやと思う？こんだけラインとかも高いからな。で、こんだけワームもいっぱいあるし、フラグ系も買ってるから、さあみんなどれぐらいと思う？何円だ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 ？正解は4400円で買いました。すごない？4400円で買うたんで。じゃあ釣りちょっと待って、これやばいから。これね、釣りするってやったらどんだけ安いかマジわかる。だってこれとか、このストレートワーム200円ぐらいやし、1個。あと、あ、これも200円ぐらいかな。100円や、これ確か100円ぐらいで買ってん。やばない？これシザコーム100円、やばないとか、こうブルーフラットも一袋200円、やばいんやって。この安さ、ちょマジでエグいんやって。こんなんとかも100円とかで買わせてくれた、確かほぼ。うん、でこれはラインは500円、ラインは500円くらいで売ってくれたし、あとはジタバグはちょっと今高いから、古くて結構レアやから、1個1000円かな、1000円やった、うん、閉店セールで、そこのね、店主さんがお亡くなりになって、そこの息子さんが今閉店セールでやってはるみたい。なんてやろ、寂しい気持ちもあるし、そう、閉店セールもちょっと寂しい気持ちもあるけど、
でも、なんやろ、安く買えて、すごい嬉しいっていう気持ちもあった。今日は、この、道具だけで、ちょっと釣りしてみようかなと思って。お買い得商品で今日は釣りをしていこうかなと思いまーす。ダーダーダン、ダーダーダン、ダーダーダン、はい。今日のタックル、こんな感じになります。ピロリロリーン。いいな、これ、あれやね。この差はね、あれ。何？あれ。あれあれ、パックロットで使いやすそうやからいいなと思って、リールもいいリールつけました。でもみんな知ってた？動物とか生き物の中で一番人間を殺してる動物は何でしょうか？猛獣とかいろいろおるやん、この世の中で。さあ問題、なんだ？正解は蚊でした。クマよりもカーとかの方が人間のこと殺してるらしい。今日のフィルロはこちらになります。ダダダーン。怖いやけど、それクマの話じゃマジで。最近さ、クマめっちゃ出るやろ、バリ怖いんやって。クマ最近クマめっちゃ出てるらしい、ほんま。なんかこの間も、昨日もなんか LINE ニュースかなんかで見てんけど、なんかクマのなんかあれ、キャンプ場でなんかクマが出てみたいな。で、女の人がなんかテント越し引きずられて、で、なんかいきなりクマがなんかバシャってなんか引っかいてテント破ってズボン脱がされたらしい、スウェットパンツ。っていうLINE ニュース見た。普通に関西でクマおるんかな、まず。え、怖いんやけど、そう思ったら。最悪や。あ！まずお買い得品のジッターバグ。ジッターバグ。ちょっと怪しいな、木が。でもやるとしたらここら辺やろ、言えばなあ。めちゃくちゃなんか引っかかりフラグめちゃくちゃ立ってるポイントやけど、絶対おるやろ。でもこういうとこちょっと練習させてな。あ、なるほどね。てか、ここってバスいるんかな？たくさやな。たくさやな、ほんま。あ、なんか、やばい、めっちゃおる、バスおる。やばい、ちょ、待って。めっちゃ捕食してた、今。バスおった。ほら、見て、あそこ。めっちゃほら、めっちゃ食ってる。めっちゃ食ってる。私がトップな流したから、今、バス怒ってきた。ちっちゃいけどバスおる。あれつらや、あれおるや、あれおるや、あれ、ちょっと待って、あれつらや、よしよしよし、おるや。
入ったよな。私がこうジタバグパタ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 やったから。お買い得商品第2弾こちらを使います。ちぎってちょんがけこれにしますわ。はい、その次これがこれ。こうする、でもちょん切る。これにする。綺麗な魚おるかい。ほら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 、おー綺麗。うん、最高。とりあえずやってみるか。さあ場所を移動しました。場所を移動しました。いつもの池に来ました。ホームグラウンドに来てます。トップで出そうな日和やからな。出るでしょ、今でしょ。めちゃくちゃお気になる。行きますよ。全然そろりそろりちゃうかも。まあせっかくちょっとあのお買い得に釣り具買えたからそれで釣りたかったけど、まあなかなか思い通りにはいかないっていうのがこれがリアルな釣りですよ。そんな感じでちょっと今回は渋い動画になってしまったけど、まあ楽しめたんでいいとしましょう。ということでありがとうございました。みんなありがとう。じゃあね、おつまるバイブー。来た来た来た。
る。